サカツク04、始まります。違うシリーズでプレイしたデータ目視し始めたことにより、ペースが恐ろしく速くなり、数字を正しく数えているかもわからなくなった前回。問題なく数字は数えられていましたので、今回も無茶苦茶に追加していきましょう。選手名鑑に載る選手に、今回も訳がわからなくなるほど、好き放題できるコピーデータで声をかけまくる。そんな回となっております。メインデータに関しては、簡単に言うと、毎月コピーデータの方から選手を受け取るだけの生活。チームを壊してまで受け取る気はないので、月に2、3人トレードを行うという形になります。基本的な動きとしては、1番目にコピーデータでガンガン選手を獲得。2番目にプレイヤートレード。3番目にメインデータで1ヶ月進める。4番目選手名鑑追加。そして1番目に戻る。この工程です。ということで今回は、2番目の工程からの再開、プレイヤートレードです。選手名鑑のためにやってきた選手と、新たに選手名鑑を埋めにやってくる選手でポイントが近ければトレードできるので、基本的にはこんな形でやります。トレード人数が足りないので、その後はさらに声をかけていきます。誰でもいいからとにかく捕まれば OK、来るもの拒まずですが。この時は早速、ジャーンズが獲得確定、いい出だしとなっています。いい出だし?ずっといい出だしなんだよな。特別な選手というほどでもないので、とりあえずそれなりのお金を使いますが、このお金も特別なものではないので、好き放題な交渉。さらにはシュールビムという選手、サイドディフェンダーのオランダ人選手のようです。もう誰がモデルか、気にしている余裕がありません。外国籍の問題もあるので、だいたい2人から3人を常に目安としております。さらに日本人選手も、お金に物を言わせて釜名光雄を獲得へ。どこまでの選手に移籍金を上乗せすれば強奪できるのか、まだ定かじゃないですが、釜名クラスも、その作戦で獲得。結構取れたからセーブしよう。一番目の行動でカマナ、ジャーンズ、シュールビム獲得。二三人獲得できたので、交換できるものがあるかな?という段階ですね。交換ですが、交換ポイントの問題もあるので、そこが課題でしょうか。誤差50ポイントくらいが交換可能な差だと思います。ベテランになほど交換ポイントが低い、若手から中堅の選手は高い。選手の質によっても違うので、簡単に交換できるわけでもないです。なるべく戦力じゃない選手、選手名鑑のためだけの選手で交換したい。しかも外国人選手が多め、そんな制約がある中でのトレード。ちなみにキリタンポ秋田がメインデータになりますので、こちらに気を使いながらの交換です。ちょっと悩んだんですが、まずは選手名鑑同士の交換。メインデータの方のポイントが高いので、迷ったんですけどね、すごい選手同士の交換もあるので、ポイントが高いのはキープしておきたいとこもあるという。このシリーズ、急にお見せする部分が変わりすぎて、この間までと様子が違いすぎますね。本当にそれまでと変わったので、かなり今後の展開。キリタンポ秋田で一年プレイする間に、一体何人追加されるのかわからなくなっています。20人くらい?となると徐々にペースは落ちると思うけど、10年くらいで200人に到達もありえそうです。とりあえずシュールビムも交換、外国人を先に送りました。それでですよ、丸2番目が終わった、メインデータで1ヶ月進めるのが肯定的な順番としては、基本ですが、丸1番、今コピーデータの外国人がスッカスカです。なので気分次第で1番に戻ったりもしちゃったり、交換ポイントの問題もありますし、プレイヤートレードで選手の交換ポイントが頭に入っている今の段階で、
あ、あの選手ベテランにいたな、取れないかな?みたいになるので、また一番に戻ります。ベテラン選手とバキを交換できないものか、そんな低いポイント同士の模索も時にはやるよという、そんなプレイの仕方も裏ではやると思うので、そんな方法をうまくいかなくても触れるだけ触れます。ベテランの選手名鑑に乗る選手を検索し、声をかけてみることに、ベテランと言っても、引退近いんじゃないかな?という選手じゃないと交換ポイントは低いと思うので、難しいんですけどね、取れる人は取ってみます。まずは結構な有力選手ルンバルト、彼ですら移籍金8億程度なので、ワンチャンあるのかも?まあ、うまくいかないんですけどね。次はレイネス、こちらは確率が高め、いけそうです。こちらはあっさりオッケー、ベテランに入った選手の獲得も決まりました。交換ポイントがな、31歳で早熟でもない選手は高いままな気がしますけどね。さらに、コピーデータにいた、イタリアの最高級キーパードフ、留学中だったんですが、帰国、彼も乗るので、彼が帰ってくるのを待っていたところもありました。でもドフは交換ポイントが高いんですよね。最高級ですし、若いし、メインデータも何か犠牲にしないといけないかな。それかメインデータでこのレベルの若い選手を取るか。ちなみにさっき取ったレイネス、やはり高めのポイントのため、バキと交換はできません。その上の3人、まだメインデータを進めていないので、入団前、追加前ですから、進めないといけませんね。ということで、ようやくメインデータへ。3月初めなので、まず普通にプレイ。伊藤輝芳の獲得から再開です。育てるか、交換するか決めていないですが、若手だから獲得したという形です。若いし、神の領域に行きそうな匂いもする。そんな伊藤を獲得しつつ、1ヶ月進め、ようやくメインデータの選手名鑑が動きます。動画的にはようやくですが、ゲーム的にはたった1ヶ月。ドラゴンボールの戦いの時のような時間経過の遅さ、充実すると遅くなるということで。とりあえず、シュールビム、レバートン、ジャーンズが追加です。伊藤の使い道は未定、選手名鑑組は、コピーデータの方の選手と再利用できればよし、ということで。早速再利用します。レイネスがまだ控えているのでシュールビムと交換しました。さらにもう一人、カマナも交換したい。日本人選手か。伊藤でもいいかな。外国人が両方とも満杯ですし、どちらか減らせばいいんですが、なんとなく面倒だったので、伊藤にしました。すごい選手もいろいろ取りたいけど、どうなるか。今回はこんな感じでメインデータの1ヶ月を進めるまでの間に、こんな動きをしている、というのを詰めた回にさせていただきました。今回はここで終了します。この企画なるべく早く進ませていきたいというのを本気でやっているところでございます。ご視聴ありがとうございました。